ウィリアム・ヘンリー・トリデの建設予定図、ウィリアム・ヘンリー・トリデ、ウィリアム・ヘンリー・トリデは、かつて、ニューヨーク植民地ジョージ湖南端にあった、イギリスのトリデである。このトリデは、1757年の、ウィリアム・ヘンリー・トリデの戦いで、降伏したイギリス兵に、インディアンたちが残虐な行為を働いたことで有名で、この残虐行為は、1826年1月に、初版が出版された、 ジェームズ・フェニモア・クーパーのモヒ・カン族の最後のテーマとなった。1757年の戦いの後、フランスは砦を壊して退却した。後にジョージ砦が近くに建てられたこともあり、ウィリアム・ヘンリー砦の跡地はそのままにされて、19世紀には風光明媚な場所として知られていた。1950年代に歴史に関心を持った人々により、砦が復元され、今は、 博物館でもあり、レイクジョージの街の観光の目玉となっている。ジョージ湖1755年の8月、サー・ウィリアム・ジョンソンと3000から4000にも上る大陸軍は、ラックサン・サクラマン・ラックストリート、ソクリモンにあえし、その時ジョンソンは、時のイギリス国王の名にちなんで、この湖をジョージ湖と改名した。一方、フランス軍の将軍ディスカウは、野営地から、 ジョージコを挟んで対岸にあるタイコンデロガの地に、フランス兵、ヌーベルフランス民兵に、インディアンの予備兵を集結し、果敢にも、エドワード砦に向けて、進軍を始めたが、グレンホールズ周辺に到着して、その時に、血塗られた朝の石膏ザ・ブラディーモーニングスカウトが起き、それが、ジョージコの戦いへと発展し、この戦いで、ディスカウ引きるフランス軍は敗退した。このことで、 イギリス軍は、この地がいかに重要であるかを悟り、ここに砦を建てることにした。湖の対岸ではフランスが、カリオントリディを建築中であった。クラウンポイントにあった、フランスのサンフレデリック砦攻撃の足がかりとなる。この砦は、ニューヨークからモントリオールへの、重要な位置にある、連水経路に沿った、一連の英物の砦の一部で、また、 ニューヨークとヌーベルフランスの境界の用途のある位置をも占めていた。砦の名は国王ジョージ2世の王子であるカンバーランド公ウィリアム、そしてジョージ2世の孫でジョージ3世の弟であるグロスター公ウィリアム・ヘンリーにちなむ。設計と建築はイギリス軍の技師ウィリアム・エアの監督に任された。ウィリアム・ヘンリー砦出は変則的な正方形の砦で、それぞれの隅に 両方があった。この設計はインディアンの攻撃を撃退するものであったが、大砲を持った敵相手には必ずしも耐えられるものではなかった。城塞は30メートルの厚さで、土塁の周りに丸太が巡らされていた。内部には2階建ての木造の兵舎が連兵状の周囲にあった。砦の三方は乾いた堀で、残りの一つは湖の方へと降っているため、 砦への唯一の接近手段は、堀にかかる橋だった。400人から500人の兵を収容するのが、精一杯で、それ以上の部隊は、砦から750メートル南西に離れた、残豪のある、野営地に宿営した。ここは、常ジ,ジ湖の戦いの戦場から、さほど離れていなかった。1755年11月13日、ウィリアム・ヘンリー・トリデは、未完成だったが、 兵を駐屯させる準備は整っていた。駐屯隊長にはエアが選ばれ、駐屯隊は彼が指揮する第44不評部隊の正体、及びロジャース・レンジャーズのいくつかの正隊からなっていた。1757年の春、駐屯隊長はジョージ・マンロとなった。駐屯隊は主に第35不評部隊と第60不評部隊から選ばれた。6月までに、 コネチカットとニュージャージーから民兵がやってきたため、中東兵の数は1600人まで膨れ上がった。この大勢の兵たちを宿営させるには、砦は小さすぎ、多くの兵が砦南西部の野営地に宿営することになった。その年の6月の末、フランス軍がウィリアム・ヘンリー砦攻撃のために移動したという、知らせが届いた時は別の正規兵と民兵が1000人到着しており、 兵力は2300人規模になっていた。ルイ・ジョゼフ・ド・モンカルム率いるフランス軍は8月3日に到着し、ウィリアム・ヘンリー・トリデの南側と西側に野営地を築いた。大きな砲撃音に続いて、包囲戦の準備がトリデの近くまで迫ってきており、また、エドワード・トリデのダニエル・ウェップが援軍をよこそうとしないのが明らかになって、駐屯隊は降伏せざるを得なくなった。 フランス軍はほぼ8000人で、正規兵が3000、民兵が3000、そしてインディアン兵が2000人だった。イギリス兵に襲いかかるインディアンを乙女に入るモンカルム。フェリックス・オクタビウスカー、ダーレイの絵をもとに、アルフレッド・ボベットが、規範画にしたもの。1870年から1880年の間に出版。幸福の後起こったことは、歴史的。 そして一般的には虐殺とされている。惨事が起こったにもかかわらず、殺された、もしくは負傷した兵たちは、比較的冷静であった。歴史家のヤン・スティールは200人以上もの兵が殺傷されたとは考えられないと述べている。降伏条件として、イギリス軍と随行者は、フランス軍の護衛のもと、最高の栄誉を持って、エドワード・トリデまで退却を許され、 その代わり兵たちは参戦を1年半の間控えるというものだった。マスケット銃の傾向は許されたが弾薬は認められず、礼法一家を除いて大砲を持っていくことも許されなかった。加えてイギリス当局はフランスの捕虜を3ヶ月以内に解放しなければならなかった。モンカルムはこの条件に同意する前にインディアンたちがこのことを受け入れ得るかどうか。 イギリス人捕虜の解放で、族長たちが彼らを抑えられるかを確認しようと考えた。イギリスの中東兵たちは、砦から引き上げ、野営地に向かった。マンロは、フランス側の野営地にいた。そこに、インディアンたちが来て、砦に侵入し、略奪を始め、砦に残っていた、負傷兵や病人の一部を残殺した。野営地に配属されていた、フランスの衛兵は、 インディアン兵を連れ出そうとしたが、うまくいかず、彼らがイギリス兵の逃避を剥ぐのを止めさせるために、かなりの労力を払った。モンカルムとマンロは、当初は、その翌朝、捕虜たちを、砦の南に沿って進軍させようとしていたが、この残殺が起こったため、その夜に進軍させることにした。しかし、捕虜が解放されると知ったインディアンたちが、野営地の周辺に群がっており、 両軍の首脳はこの手段を取り消さざるを得なくなった。翌朝、エドワード砦に向けて、イギリス軍が体制を整えるかなり前から、インディアンたちは無防備なイギリス軍に新たな攻撃を仕掛けてきた。午前5時、インディアンたちは、砦のフランス人組の治療を受けているイギリス兵の部屋に入り込み、彼らを殺して頭皮を剥いた。マンロは、 幸福条件の本質的な部分が踏みにじられてしまったことに不満を述べたが彼の部隊が進軍を進めるためには多少の邪魔が入るのには目をつぶらざるを得なかった。またイギリス兵たちは隙をうかがったインディアンから武器や衣類をひったくられ抵抗しようとする者たちは女であれ子供であれ黒人の下働きであれ力ずくで引き離した。最後の兵が野営地を離れたその瞬間 インディアンたちの時の声が上がり、隊列の後方にいた兵たちを捕らえた。戦いの150年後に行われた再演モンカルムと、フランスの士官たちは、それ以上の攻撃をやめさせようとしたが、彼らを除く、フランス人士官たちは止めに入ることはせず、イギリス兵をそれ以上護衛するのを、はっきり拒否した。この時点で、隊列は、崩れ、ある者は、インディアンの猛攻撃から逃れようとし、 一方ある者は積極的に彼らと戦おうとした。マサチューセッツ民兵の大佐であるジョセフ・フライは着ていた軍服の大部分を剥ぎ取られ何度も脅されて森に逃げ込み3日後の8月12日になってエドワード、砦にたどり着いた。旅収者、戦死勝者の数に関しては諸説ある。イアン・スティールは200人から1500人の間であるとまとめている。 スティールが細部まで検証した分では、この時の3時と、その後での最終的な行方不明者と死者は69人から184人で、これは降伏した、平2308人中、多くても7.5%である。このスティールが出した数字と、イギリス軍がかなり多くの死傷者を出した、バンカーヒルの戦いとを比較すると、バンカーヒルでは1054人の死傷者で、3000人の、 兵のうち30%の割合である。取り出の中の傷病兵殺害をも含む、この虐殺がいかに非道であるかについては、包囲戦中に、怪我や病気で亡くなった兵の墓を暴いて、さらなる戦利品を求めたという証言もある。その結果、この墓暴きに参加した多くのインディアンが天然島にかかり、それを自らの集落に持ち込むことになった。一方フランス軍は、戦いの後、 カリヨオントリデに帰る前に、このトリデを組織的に破壊した。ありがとうございます。